悟りを開いた陰キャ。青木マジ下ネタおもろすぎ。陽キャの下ネタおもんな。君の方が断然上だな。いや僕下ネタとかやめたんだよね。もう中学生じゃないしさ。猿みたいにエロいことばっか考えてた君が。誰が猿だよ。もう下ネタもエロい思考もやめた。あとこっち色思考もなっちゃって。オープンエンジン全開。ウキウキ話してんじゃん。いや僕今全ての欲望を絶ってるからね。もうお坊さんじゃん。全ての欲望を絶ってるってことはエロ動画とかも。たまにしか。オープンお坊さん立ってんのは欲望だろ。うわ青木今女子のパンツ見てた。おい男子、休み時間って言っても女子もいるんだから下品な話はやめろ。何がパンツだよ、くだらねえ。あ、女子のパンツに興味とかもないんだ。ふん、全くないね。全く。じゃあ君の好きだミカちゃんへの関心も。ミカちゃんの半身。あ、関心だよ。めっちゃ知りたがってんじゃん。いや、ただの空耳だよ。え、マジで興味ないな。あ、君はまだそういうの好きな年頃か。いや、僕はもともとそういうの興味ないタイプだから。陽キャみたいなガキと一緒にすんなよ。やっぱ僕らは同世代がガキに見えちゃうよね。それだ。ちょいミカ、その姿勢パンツ見えるって。君良くないとか言ってたけど食欲あるんでしょ。全くないね。昔みたいに肉とかも食べなくなったし。すげえ、肉食べないとかも悟っちゃってんじゃん。結局スイーツだわ。あ、悟ってる。一周回ったデブじゃん。ごめん。女子の胸に当たってちょっと喜んでね。いや、全く。女子に触れても気持ち悪いだけだわ。え、胸触って気持ち悪いって何？おい、ふと、お前女子の胸触って気持ち悪いってどういうことだ？やばいって、訂正しないと。いや、嘘です。気持ちよかったです。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。